ようこそ小林です。今回はね、激レア車、むちゃくちゃ激レア車、そして激レア車やけどね、答えちゃいけないね、見てくださいね。ね、こちらの車よ、 TY250ZS ね、スコティッシュのご紹介になりますんで、よろしくお願いいたします。はい、という感じでですね、まあ本当にね、まあ、先ほども言いましたけど、個体がすごいんです。本当に、基本的には距離だけで言うと700キロぐらいしか走ってないです。まあ、ただね、まあ、簡単に言うとなんですけども、市販されていたトライアルバイクって基本的にね、街乗りしない方が多かったんですよね。基本的にその、まあ、ちょっとしたその林道とか、まあ、そういったところに持って行って、基本そこでプルプルと乗るっていうところが、もそんな距離なんか伸びへんよっていう車両をやったんですよ、トライアル車って。っていう車両が多いんですけど、言ってね、トライアル遊びしてたらそれはそれで分かるんですけど、まあ、見ていただいたら分かります。トライアル遊びしてないです。もう林道遊びしてないんですよ。もうこれ単純な話、もうね、持ってたみたいな、もうだからもうコレクションしてたっていうようなもう車両です。はい。で、もうほんまね、まあ、やれてるところは正直あります。こちらの車両の年式1995年式なんですよ。1995年式やったら今からって言うたらもう約30年前じゃないですか。30年経ってないですけど、もうあともうちょっと30年前なんで、そんな車両がですよ、この個体で残ってるってやばくないって思う車両なんですね、本当にね。もうなのでね、これはね、コレクターやったらもう必見の車両、もうこれは今手に入れとけんかったらいつででもらうっていうようなもう仕様になってますからね、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ほんまにいいんで、マジでもうしびれていっていただくと思います。はい、まあね、そんな感じで、まあそれぞれこちらの余談結構いっぱいあるんですけど、うちはね、まあ長いこともう販売はできてないんですよ。もう要はなんですけど、中古市場でないから、中古市場でこんな綺麗な車両も出てきませんしっていう話なんですよね。で、なおかつもう当時からね、販売台数も少ないんですよ。で、まあホンダで言ったら TLM とかありますし、 TLM220 とかね、ヤマハで言ったら TY250 っていうのがあるわけなんですけども、それで言うとね、ホンダは結構売ってたんですけど、もうヤマハの TY、 この TY は少ないんですよ。で、なおかつね、もうその当時で言ったらですよ、もう本当珍しかったんですけど、アルミフレーで、それで言うたらね、これね、ギア比も素晴らしかったんですよね。うち、まあその昔何年も歌わせてもらったんですけども、あのね、 TLM はね、あまりね、ロングとか行く気になれないんですよ、ギア比ですね。その辺で言うたら TY250 はめっちゃ優等生ね。まあ遅い速度域ですけど高速乗れるぐらいの感じ、ヒールは無理やでっていうレベルなんですけど、ほんまね、優等生です。ただね、まあこれについてはね、もう正直そんなこともったいないとは思うんですけどもね、まあご購入者様がね、遊んでいただければと思いますんでね、別に同様のような遊びしていただいても結構ですけど、ただめっちゃいい車両になってますんで、今ね、もうね、ぜひご覧になってチェックしてください。よろしくお願いします。ということでですね、ハンドマリからとりあえず説明していこうかなと思います。はい、いかがでしょうか。ハンドルなんですけども、ハンドル変更されておりましてですね、ね、まあ、見ていただければわかるんですけども、レンサルのハンドルですね、レンサルのトライアルハンドルが装着されております。はい、基本的になんですけどもね、まあ、レバー見ていただければわかります。このやれてるでしょ、やれてる、そのまんま変えてるわけでもないんですけど、こけてもないんですよ。トラシャでしょみたいな、絶対変えるでしょこんなんっていう話なんですけどね、本当にもう個体がいいと思います。はい、それで言うとな、そのスイッチ多少のやれ具合とかももちろんありますけどもね、それで言うとこのレバーとかのね、これはまあ売ってますから変えれるんですけども、こういったね、酒とかもね、劣化具合とかもあるんですけども、個体いいと思います。走行距離なんですけども、先ほども言いました738キロとなっております。はい、いかがでしょうかね、チェックしてみてくださいね。はい、多少のね、やれてるところってもちろん年式的にありますよ、ありますけどもね、本当にね、個体いいっていうのはまさにこのことじゃないでしょうかね。本当に、フロントフォークのインナーもですね、大きなサビとはなく綺麗です。そしてフロントフェンダーもね、見てください。基本的にね、多少それは劣化はしてると思うんです。プラスチックのフェンダーですから、塗装なしですから、でもこの綺麗さです。そしてフロントホイールなんですけども、どうですかこれ、めっちゃ綺麗ですよね。ね、ほんま綺麗ですよね、これ。もう絶対タイヤ交換ね、それで言うとね、1回だけしたみたいです。前のオーナーの方がしたみたいなんですけども、これ見ていただいたら分かるんですけども、これね、15年の受注に変えたということですよね。ね、まあ要はね、全然走ってなくて、タイヤ減ってなかったけど、硬かったから、もう変えといてっていうことで変えたんでしょうね。ね、なのでですね、トライアルタイヤになるんですけども、ね、これも本当にね、まだムニュムニュな感じです。はい。まあ正直ね、これロングで乗っちゃうとすぐ減りますよね。やっぱりこれぐらい柔らかいやつです。
ですね。はい、そんな感じでですね、基本的にねホイールの具合も綺麗ですけども、まあ、タイヤ交換の時にですかね、まあ、傷ついたっていう、まあ、ここの部分傷ついてるとこありますけど、基本的にはもうやっぱ綺麗です、めちゃくちゃね。そんなホイール風になってます。本当に個体いいでしょ。はい、そしてあのホイール、フレームの具合ですね。フレームの具合なんですけども、どうですかね。ね、アルミフレームにはなってますけどもね、腐食でグスグとかそういったわけじゃないでしょう。ね、個体良いものじゃないでしょうか。そしてタンク、燃料タンクになるんですけど、燃料タンクもね、基本的に不自然なんでね、基本的に大きな傷等はございませんでした。で、タンクの中身の具合なんですけど、95年製がこの具合ですよ。ね、中めっちゃ綺麗なんですよ、これ。ね、普通そうもね、30年とかってきたらね、やっぱりね、あの中身のサビの具合とかめっちゃ気になるところなんですけども、めちゃめちゃ状態いいっていう車両になっております。はい。そしてエンジンの具合なんですけども、いかがでしょうか。ね、まあまあもちろん当たり前ですよ、やれてますよ、年式相応にやれてます、やれてるのを考えても綺麗じゃないこれっていうぐらいのレベルなんですよね。はい、もう本当にね、もうこんな車両ないでっていう車両になってますんでね、もうこれはちょっとね、もうこれ買えへんかったら何買うの仕様にはなると思います。はい、まあ、それぐらい状態が良いかなと思いますよ。はい、そしてシートの具合なんですけども、大きな破れ等ございませんでしたね。基本的にまあ多少のやれ等はあると思いますよ、ありますけども、基本的にシートのね、具合も全然、いいです。はい、あのパリパリっていうわけじゃないんでね、本当にねきっちりもう車庫交換してたんだなと思います。はい、そんなシャルスリアフェンダーも綺麗です。はい、いかがでしょうかね。本当にね、出てこないです。な、何が言いたいかって言ったらもうないよこんなんっていう話なんですよ。はい、それでね、こちらもね劣化して、いやもう折れてますよね。これがこんな感じになってるんですけど、これは折れてます。ね、まあ新品取りたいっていう方はね、ご相談いただければ取れると思いますんでね、よろしくお願いいたします。で、リアのホイール具合なんですけど、リアホイールが綺麗ですよね。いかがですかこれね、めちゃめちゃ綺麗ですよ。で、ね、基本的に、まあリアもフロント同様なんでしょうけどもね、こちらに書いてある15年の11周に作られたタイヤに装着されておりますですね。リアも基本的には高いですね。ほんまこれで言ったらまだね、トライアル遊びできるやんぐらいは山残ってるんですけど、トライアル遊びはしてないと思います。はい、そんな車両になっておりますね。はい、マジでね、もうほんま個体すごい、マジで個体がすごい、もうこんなんないでって思いますね、本当にね。これはもうコレクションの一つではないでしょうか。そしてね、やれてる部分で言ったらなんですけども、こちら見ていただければ分かるんですけど、ステッカー、ちょっとした破れございます。よろしくお願いいたします。はい、でもうほ、まあ、のマフラーとかになるわけですけどね、多分こけてないんですよね、トライアル遊びしてないから。もうこけるとかもトライアル遊びしてたら当たり前なんでね、そんなん考慮したらもう普通に状態すげえよって話です。もう本当にこれはもうコレクターズアイテムだなと思いますんでね、そんなものをお探しの方はですね、ぜひぜひもう要チェックしてくださいね。よろしくお願いします。はい、やれてる部分っていうのはね、ほんと微妙にはございます、微妙にはございますけどもね、もう多少くすんでる部分ございますけども、いやこんだけ30年経ってるやつがこの状態で綺麗って考えたら、もうありえへんぐらい綺麗と思います僕はね。もう声を大にしてますけども、もうほんま綺麗ですね。ね、フォーフレームの具合もね、ビッカッとしてるしね、もうね、本当に綺麗ですね、と思うんですね。はい、いかがですかね、もう舐めるように見てくださいよって感じですね。もう買うときにね、もちろんチェックするとは思いますけどもね、こんな綺麗な個体を探すだっていう方はね、もうこれを逃せば、もうおそらくですけども、手に入らないんじゃないですか。ね、そんな個体ですよ。そんな個体なのでね、もうそんな個体探してたーっていう方は、ね、もうこれよ。これをね、検討してみてください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、マジでいいからね、もうほんま出てけへんと思いますから、ね、要チェックです。そして、次にエンジンかけていきたいなと思います。
上司はもうバッチリですね。基本的に指導性も良いです、そしてですね、エンジンから気になるような気温になっておりませんね、吹き上がりいいカーもですね基本バッチリです。なのでね、もうこちらエンジンの調子は良いのでもうご安心いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。今ね、まあすいません、ちょっとねもうやってますんでね、こちらの方では待って次に行きたいなと思います。はい、ということでね、ちょっと時間余ったんですけども、あのね、まあまあほんまにエンジンの調子は良くてですね、まあそれで言うたら、まあ距離が距離なんですよね。まあ700キロって書いて、まあ見ていただいた通りですけどもね、これもついてるとかそんなわけではないっていうのは、まあ個体で車両を見ていただいてね、いろいろ判断していただいた上で、まあバイク屋さんが見ても怪しんで見るところは一切ないっていうところなんですけども、まあトラ車やから余計にそうなんですよ。当たり前なんですけどね、走ってないっていうのがありまして、なのでまあほんまにね、あのエンジンも調子いいし、もうまあ安心できるしな、もうこれプラスアイテムだなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。そしてその次にまたがってるところをね、映していっていただきたいなと思うんですけども、これにまたがってるところの説明なんかいらんのかなと思いますけどね、それで言うとなんですけどもね、まあシートに座ってるとこんな感じですね。まあ基本なんですけど、トラ車なんでね、普通こうですよね、乗ってるの普通はこうでしょ、座らないでしょ、トラ車なんでっていう話なんです、ほんまはね。ただ街中で立てたらちょっとおかしいかなとは思うんですけど、でそれでちゃんとシートついてるんでね、シートのグーッと走るっていうのはあるんですけどもね。だからただね、ポジションのこと言えばね、あまり正直ね、あの街乗りロングに適してるポジショニングではありませんので、その点はねもう十分理解してもらったらどうか思いますけどもね、まあ、もうこんな感じですよ。いやブレーキつらいしみたいなね、シフト変えれるけどいやつらいしみたいな、もう多分乗ってたら多分こうやって乗ってるやと思います、もうこうやってもうちょっとで回し下ろしたいみたいな、かかとにもう膝に、いや膝じゃないわ、かかとにねちょっとつけかけて、ああねって思います。ただね、あのほんまにね、これはね、まあ正直ほんまにコレクターアイテムやと思いますんで、まあまあまあ、もうこれで、もうちょっとツーリング行きたいなっていう車両ではないのかなと思います。ただツーリングは全然行けますよ、はっきり言いますけど。別に普通に乗れますから、それぐらい良いものなんですけど、もうね、もうこういった個体に珍しい個体で、ね、なおかつこんなコンディションをしてるんで、まあ、私ねかなとは思いますけどもね、もうまたがってるところでいうと感じ、でハンドルも変わってるんですけども、まあ元々ねそこまで変わってるものではないと思います。あの元々ねもうトライアル車っていうのがあるんで幅広いですから、はい、それでいうとね、まあこんな感じになってまして、まあまあ普通にああトラ車みたいな感じですね。はい、そのをさせているところで言うとほんまそんな感じですよ。あのね、まあどうでもいい余談なんですけど、あの僕が上手かったらそれで言うたらスタンドとかなしで普通に立っとけれるんですよ。あのね、僕はね下手くそなんでね、それで言うたら普通やったらこうね、ふってやったら無理っていう感じなんですけどね、あのこれで1分とかね2分とか普通に立っとけれるっていうのがね、トライアル選手だったりはするわけなんですけども、私にはできませんということでですね、まああのね、まあ、そんな遊びはまあ別にいいとは思うんですけど、まあトライアルできるけども、そんな個体じゃないような超もうレアですよね、もう本当に珍しい個体のね、綺麗な車体をね当店入稿させましたのでね、こちらの車両がいいなと思う方はぜひご検討いただければなと思います、でよろしくお願いいたします。ということで今回は TY250ZS スコティッシュをご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。